で頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか背中の疲れとして頭が間違えちゃうことが多いので、なのでしっかり緩めていきます、はい、私がわざわざ説明したってことは硬いってことだからね。はい、始め、よいしょ、よいしょ、ちょっとね、指で緩めてもらいますよ。足の外側が硬いね。ガチガチだわ。
私はわざわざ説明するってことは考えたいってことだから頑張ってね。はい。ここだ。全体にガチガチだわ。
では、はい、足まで押すと引き上げますよ。右の方でも痛かったね。目はね、胸のね、ここを押さえてみて。足緩めると、はい、一番初め背中触った時に比べると、はい、だいぶ柔らかくなってくれてるのわかるかな。ちょっと、まあ、足の疲れが背中の疲れとかに上がってくるよというのがわかるわけです。全然柔らかいよね。でもまだちょっとこの辺が硬いので、はい、今からねしっかり緩めていきますよ。